羊の仕事実質 TV バトラーアラです今日はどんな人にも信頼される対人関係の法則についてお話したいと思いますバトラーはどんなお客様であってもどんな人であってもですねあのその方に信頼されないとその後の仕事がなかなかうまくいかないということがあります特にですね大切なお客様 VIP であるとかですね大臣であるとかあるいは王族の方とか そういったですね人を選べないお客様を選べないという側面がありますのでどんな人が来ても信頼されるどんな人が会っても大切に大切なコミュニケーションをよくですねするということが求められます。それで実はバトラーはどんな対人関係のスキルを持っているかっていうのをですね今日ちょっとご紹介をしてその対人関係のスキルがあればですね どんな人にも信頼されるというこれはバトラーだけではなくて一般のですね会社勤めの方会社員の方であるとか特にですね営業マンであるとか営業パーソンそしてコンサルタントであるとかあるいは企業お金があるとか人との関係がビジネスに大きく影響を持つ方にはですね必ずマスターしてほしいスキルの一つです。 でこの前提となるのがですねこの世の中にはたくさんの人間がいますが大きく分けると皆さんこの月のです、ね、4つのタイプの人間に分かれるんですね。で信頼関係を構築するスキル方法っていうのはこの4つのタイプにふさわしいコミュニケーションの仕方をすることによって その方々がですね、円滑にコミュニケーション、まあ会話であるとか、まあ会話ですね、主には会話なんですが、会話をできるようになって、そしていろんなことを話してくれたりとかですね、いろんな情報を教えてくれたりとかして、結果的に円滑にコミュニケーションすることによって信頼関係ができるということなんですね。前、他の動画でもお話ししましたが、 相手の方と信頼関係を構築するには相手のことをよく知らなきゃいけないわけですね。これがこのコミュニケーションをうまくすることによって相手の方のことが分かりそして理解し適切なおすすめであるとか発言であるとかアドバイスであるとか提案ができるようになってきます。こうすることによってコミュニケーション、コミュニケーションを軸にして信頼関係が構築できるというです、ね、メリットがあります。では えー、この4つのタイプというのはどういう人間なのかっていうのをちょっとお話ししていきたいと思います人間を大きく分けるとこの4つのタイプになりますこの4つのタイプとは理論派現実派有効派社交派になります簡単に言うとですね上の選択的こう言動つまり理論派とか現実派の方というのは自分で意見をはっきりしているということなんですね つまり選択したものに対して自分で選びたいというそういう言葉が言動に出てきます逆に下の方ですね非選択的言動有効派とか社交派の人というのは非選択的言動つまり自分自身で何かを選ぶという意思があんまり感じられないような言動が出てきますこれが理論派現実派有効派社交派上と下のですね違いですね 右と左なんですが理論派とか有効派というのは問いかける言動つまり相手の方にいろいろとこう聞いてですね自分で決断するのが理論派そして相手の方のおすすめに従うのが有効派になりますそして右側現実派とか社交派の人はですね、えー、断言する言動が多いんですねつまり、 人に聞くのではなくても自分の意思というものを持っているというのが現実派。 社交派の特徴ですこれだけ聞くとなかなかわかりやすわかりにくいと思いますのでこれは後で詳しくそしてわかりやすくもう少し後で説明したいと思います今の時点では人間というのはこの4つのタイプのどれかに必ず当てはまるということだけを理解していただけばいいかなと思いますでこの理論なんですが実は私が作ったものではなくてですねもともと アメリカの社会学者デイビット・メリューさんという方がですね、研究開発した理論になりますで、これは何かというと相手の方であるとかお客様の言動の現れ方ですねつまり発言であるとか行動の現れ方を短期間会った瞬間とかあってから1分2分ぐらいでもう分かるんですがこの現れ方を短期間に観察することによって その方が現実派、友好派、社交派、友、え、好、ー、派、理論派ですね、この4つのタイプのどれかなというのをです、ね、見極めて、そのお客様、その相手の方のタイプごとに適切な対応をすることによって、お客様はどん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 ん自分の話をしたくなってくるんですね。そういううまく対応していくと。で、そうすることによってニーズを汲み取ったりとか。 お客様の望みをこうちゃんと分かったりとかして、お客様と快適なコミュニケーション、つまりこちら側もそのタイプごとに適切なコミュニケーションをどんどんしていくことによって、お客様の情報、あるいは相手の方のよく知ることができて、さらにこの相手の方を知ることができるとですね、信頼関係が構築されるんですね。で、結果的に信頼を得ることができるという理論です。これは、羊の、 コミュニケーションでは必ず使ってますし執事だけではなくて例えばあの優秀な営業マンの方であるとかコンサルタントの方であるとかはこの理論を自然と使っている方が非常に多いんですねつまりこの4タイプ人間の4タイプに応じて自分も対応の仕方を人それぞれ変えていくそうすることによって 相手の方とこう円滑にコミュニケーションをとって、結果的には信頼関係を構築するというものです。これは営業マンとかコンサルタント、特に必要なスキルではあるんですが、これ人間関係、すべての人にとって必要な理論なんですねで。なぜかというと、例えば特に仕事をする上では、自転車に例えるとですね、商品の知識、例えば何自分が営業職、販売職であれば、商品の知識であるとか、仕事の経験であるとか、 仕事上の能力、まあ、あとは業務知識とかですね、こういったものは自転車でいうと後ろの車輪なんですね。もちろんこれを知らないと仕事を進める、つまり自転車で言えば前進することはできないんです。ただ、これだけ仕事のスキル、商品知識、経験、業務スキル、仕事上の能力、これだけあっても、もちろん前に進むことはできるんですが、 仕事というのは基本的に相手があるものがほとんどでございますんでつまり前輪ヒューマン領域とやってますがなってますが人間に対する知識であるとか対人関係のスキルがないとうまく仕事を前に進めることができないんですね皆さんも経験があると思います職場なのでたとえ仕事がどんなにできても仕事を進められないあるいは グループであるとか集団で仕事を進めることができなくて不幸にも結果的に仕事で結果を出すことができてない方って多分いらっしゃるんじゃないかなと思います。あと職場でもですねもちろん優秀であっても対人関係人間関係コミュニケーションがあんまりうまくなくて結果的に理不尽な思いというかですねあんまり評価されてないって方もいらっしゃるかなと思います。これが実は今から 学この前輪つまり人に対する知識人間相手に対してどのような対応をしていけばいいか人それぞれ違いますこれをですね見極めて適切な対応をすることによって前輪と後輪がうまく回りだして仕事を加速して適切な方向に進めることができると結果的に信頼もされるというスキルですではもう一回ちょっと持ってみましょう最初 理論派ですね理論派。理論派というのは選択的行動つまり自分で物事を何か選びたい人なんですねでなおかつ問いかける行動何かというと理論派というのは情報収集をどんどんこうしていってですね、えー、結果的に物事を自分の中で収集をして決めていくあるいはこの人に問いかけなくても自分自身に問いかけて なぜこれを選ぶのかっていうですね、きちっとしたロジカルな思考で物事を決める、つまり理由づけをちゃんとしている人なんですね。物事を決めるにあたって理由づけが必要な人、これが理論派です。でつまり簡単に言うとですね、ここちょっと実例で話してみたいと思います。理論派の人はどういう団地の決め方をするかというとですね、例えば、荒井さん、今日の団地は何にしますかって聞かれたらですね、理論派の人は こう考えます今日の朝ごはんは、えー、ご飯と味噌汁と漬物だったなと、えー、昨日の夜はあパスタイタリアンだったなパスタとピザを食べたなと昨日の昼はそばを食べたなと昨日の朝はあご飯と納豆だったかなとそうすると総合的に考えると今自分自身はタンパク質が足りていない。 だから肉を食べよう。今日はステーキ食べたいというのが理論派のランチの決め方なんですね。つまり理論派というのは物事を決めるにあたっていろんな情報を自分自身に問いかけることもありますし人に聞くこともあります。でなおかつこれは選択つまりいろんな情報を集めてきて決めたいというのが理論派の人なですね。あと理論派の人はですね見かけ上非常にせっかちです。 でなおかつあまり愛想がない人もですつまつりこういう人との人間関係に対して愛想よくするとかですねなんかこう朗らかにやるとかですねそういうところはあまり求めてないですねつまり何がどうなってどうなったっていうことをつまり仕事を進めにあたってもいろんな理由づけ人間関係にあたってもいろんな理由づけが必要な方でございますんでまあ世間的にはちょっと面倒くさい人というふうに言われるケースもあります。 ただこの人は非常に論理的な方、理論的な方ですので、会社のですね、物事の決定の仕組みであるとか、あるいは何かを説明するときにちゃんと理由付けが必要な方、例えば多いのはですね、コンサルタントなんかの方は、この理論派の方、非常に多いです。で、次なんですが、次は現実派ですね。現実派はどういう方かっていうと、もちろん、 選択的言動つまり自分自身で物を選びたいんですが断言つまり直感で物事を決めてしまう方なんですね。これが現実派です。で現実派の人がですねランチを決めるときにはどういうふうにやるかっていうのをちょっと実演したいと思います。<laughs> あれさん今日ランチどこに行きますかってこう聞かれたらですね現実派の人であればお今日はだんだんともうこう外の陽気も 今日は暑いしなと。心も暑いと。パワーもつけたい。ステーキしかないだろうと。ステーキ食べて力つけるしかないだろうっていうような決め方をします。つまりこの方というのは自分自身で決めるんですがもう直感なんですね。理由づけはあまり必要がない。つまり自分の直感とか勘とかっていうのを大切にする方です。これが現実派なんですね。こういうタイプの方は ベンチャー企業の経営者であるとかあるいは急成長中のです、ね、こう会社の社員のようですねつまりあれこれと理論を作るよりも自分の直感であるとか勘を信じるタイプこれが現実派の方ですで現実派の方というのは勢いがあります歩き方はですねちょっと早いような感じですねで口調もこう早口だったりするのが現実派の方でございます で物事をつまりどんどん断言していくこれはこうだこれはこうだと自分の主義主張がちょっとこう激しい方がまあ現実派なのかなと思いますで続きまして有効派ですね有効派の人というのは非選択的言動これつまり何かというと自分であんまり物事の決定をしないんですねでなおかつ問いかける言動いろんなことを人に聞きます つまりですね簡単に言うと八方美人なんですね自分よりも相手の選択相手の気持ちであるとか相手の希望をですね尊重するという方が有効派の方ですねでどういう有効派の方が例えばランチを決める際はどういうふうになるかっていうのをちょっと実演したいと思います荒井さん今日ランチどこ行きますおおもうこんな時間ですねもうお腹空すきましたね えっと佐藤さん何を食べたいですか佐藤さんいや私はそういえばねパスタ食べたいですねじゃ鈴木さん何が食べたいですかいや僕はそうですねラーメン中華すかね田中さん何を食べたいですかいや僕はですねカツ丼食べたいですね木村さん何を食べたいですかいや僕はですねあれですねケンタッキーかなんかで、ね、チキン食べたいですねわかりました じゃあ皆さん今日はイオンのフードコートで行きましょうこういう決め方をするんですねつまり自分の意見よりも周りの人の意見を尊重するそして周りの人が全員合意するような物事を決定したがるっていうのがまあ友好派の方ですねつまり周りの人にいろいろ気遣いをするあるいは、まあ、周りの人に対してこうまあ全員の意見を取りまとめるっていうことですねでなおかつですね 問いかけるような言動、つまり自分の意見よりも相手の方がこう意見を聞き回ってちゃんと調整するというのが有効派の方のランチの決め方になります。で最後社交派なんですが社交派の方というのはですね断言する言動が多いんですが自分ではこの決定しないんですねつまり何かというと相手の方特定の方が言ったことを ああいいですね。それにしましょうというですね、えー、決め方をしていきます。例えばこういう決め方です。ランチの決め方に実演していきますと、荒井さん、今日ランチどこ行きますかお田中課長、どこ行きたいんですか田中,田中課長はこう答えます。いや、今日寿司食べたいですね。木村課長、どこ行きたいですか木村、私はですね、じゃあ、あれですね、ちょっと、マクドナルドかなんかでハンバーガー食べたいですね。 分かりました鈴木部長、どこ行きたいですか私はだな、ずばりラーメンだ、いいですね、ラーメンに行きましょうというです、ね、決め方です。つまり何かというとです、ね、社交派の方というのは自分では選ばないんですが誰かの影響派か、特にです、ねまあ、その時の立場の一番高いような方。 の意見に従ううという傾向がありますつまり人間関係を大切にするんですがその中で一番発言力であるとか権力を持っている方の意見に従うというのが社交犯でございますつまりこの4つのタイプ出てきましたが何かというとですねこの4つのタイプ相手の方やお客様はこの4つのタイプのどれかっていうのをまず見極めてそれと同じ話し方同じ思考方法 同じ意思決定方法これをですね、使ってお話をしていくと、その方と非常にコミュニケーションが良くなります。つまり、相手の人は、あこの人は自分と同類だ、なんか話し合うな、とか、相性がいいなと思うわけですね。つまり、世間でいう相性の良さを科学的にしたものが、このソーシャルスタイルなんですね。つまり、この科学的にやることによって、 その方がコミュニケーションを取りやすくなる例えば理論派の人であれば問いかける言動つまり物事を決めるにはやっぱり情報が必要なんですねその人自身が自身に問いかけることもありますし相手の人も問いかけますのでこういう人に対しては情報をどん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 渡していくでこの理論派の方は自分で決めたいんで情報を渡して決めさせてあげるっていうですね営業であれば情報例えばスペックはこうでとかカタログじゃあこの資料は差し上げますでも資料をたくさん集めるのが好きな人ですねこれが理論派です で現実あの人は、例えば何かこの人に売り込むんであればですね、えー、今、流行りはズバリこれですよっていうふうにですね、もうおすすめ、択一ですね、択一なんですが、この方々というのは自分で決めたいんで、おすすめはこれですよ、現代の風潮はこれですってことで言ってあげると、お分かった、やっぱ僕はやっぱり一番流行りのこの商品選べよっていうふうに選んでくれるんですね。 で有効派の人というのはですねどちらかというと人の意見に左右されやすいタイプでございますのでこちらを選ぶときっと皆さん喜びますよということでその人よりも周りの方が喜ぶあるいは家族が喜ぶ同僚が喜ぶって言い方をするとですねこの方々非常にモチベーション上がってそういう決めたがるんですねあと社交派の方というのはどちらかというとこれが もう世の中のトレンドですとか、あるいはシェアが一番高いですとか、えー、そういったことを言うことによって決めていただく。あともう一つ、人間的に非常にその自分自身がその方に好かれているのであれば、私はこれがおすすめですとかですね、あるいは権威づけですね、大手企業のどこどこが採用していますとかですね、こういうことに非常に弱い傾向があります。こういうふうにですね、 4つのタイプごとに応じてその方々を自分自身がミラーリングするつまり真似をしていく理論派の人であればいろんな情報を渡していく現実派の人であれば勢いよくいく友好派の人であればまずは人間関係を作って周りの人喜びますよと。 有効のの人ってのはこう人とううは、間関係かから仕事を始めるタイプですすね。あの分かりやすく言うとで社交派の方はもっと言うとですねこうお調子者のタイプですんであのでやっぱり世の中のトレンドはこれですとか例えば権威づけに非常に弱い傾向がありますこの4つのタイプごとに適切な対応をしていくことによってコミュニケーションが深くなりお客様あるいは相手のことがより分かるようになりそして結果的に信頼されるということになります もし、この動画がですね、役に立ったなと思えば、まあ、いいね、そしてチャンネル登録をお願いいたします。毎日更新しています。ありがとうございました。